どうも皆様お元気でございますでしょうか。高健鉄でございます。私高健鉄が暮らし周りのあれ どんなんやったっけあの私高健鉄が暮らし周りの良いものをご紹介するミニコーナーこれええで久しぶりにやってまいりました。最後までちゃんと見てくださいね。今回は本当にあのお問い合わせが多かったフライパン、お鍋、これやっぱり皆さん気になりますよね。私あのお気に入りのものを今日ダンとご紹介したいと思います。いいですか。ちょっと僕普段並べてる感じ見ていただこうかしら。そのままねこっちですね。フライパンもこんな感じで使ってます。整然と並べて、多分数の多さにこんな使うのって思われると思うんですけど、まあ、毎日使ってますからですね。こういう感じ。そしてお鍋はこっちの方に置いてございます。これこういう感じね。こういう感じで紹介ご紹介していきたいと思います。これからいこうか。これストーブさん、ストーブさんのこの楕円のお鍋、これすごく僕大好きなんです。もうストーブさんは大小大中小もう色もいろいろ持ってるんですが、この楕円形の、しかもこの、ね、このグレーの色がちょっとおしゃれグレーね、あんまりないんですよこの色。これすごく気に入ってます。他にも丸いのもあるんですけども、これあの魚をこう煮たり蒸したり一尾ごとできるっていうのもすごくいいのと、あと僕夏場にサムゲタン、鶏1羽でサムゲタン作る時にちょうどいいサイズで入るんですよね。そういう煮物の時とかはやっぱ大活躍します。あとあの朝ごはんシリーズでご飯を炊いた時はあの黒い丸いマットなストーブでご飯を炊いてます。まあ言わずと知れたもう一大メーカーさん。そして次は日本が世界に誇るバーミキュラ。これもね、やっぱこの蓋の形状が独特の形状ですよね。これも重みがあってしっかり蒸したり、サイズ展開もすごく豊富にあるというのと、もともとの技術、それでその鋳物の技術というのがもともとすごくお持ちなので、それを鍋に生かすというこの発想の転換というのも素晴らしいですね。で何がいいかというと、もうご存知だと思うんですけど、この鍋敷きがそのままくっついてるという最高で、これマグネットでそのままポンとテーブルに出して、はいどうぞとできるというのもやっぱり素晴らしい。この使い勝手の良さもさすが日本のメーカーさんだな。でお鍋でいうと、僕個人的に一番思い入れのあるのがこちら、あのクーザンスというフランスのメーカーさんなんですが、もう今は残念ながらないんですよね。僕料理家になって初めてちゃんとしたいいお鍋を買おうと思って買ったのがこのクーザンス。これで今までどんだけご飯を炊いてどれほどのものを煮てきたかという、何か僕の料理家と共にこのお鍋があったという感じで、すごく思い入れがあって、大きいのと中サイズをずっと持ってて、もう本当に何の変哲もないシンプル、すっごいシンプルなんですよ。これ僕今日黒い服着て失敗でしたね。これなんで芋の紹介すんのに黒、ごめんね、ちょっとずれた方がいいか、すいません今気づいたね。あの本当にもうなんかね、ちょっとだいぶ使い古してちょっとね焼き物とかしたらひっついちゃったりするんですけど、なんかそこがまた愛着が湧いてしまうという不思議な、あのクーザンスはこれなんかもう僕これもずっと使いたいですね。あとほんで子供にも伝えていきたいななんて思います。お鍋はやっぱりいろいろありますけど、特にお気に入りの3つご紹介しました。では本当に問い合わせたくさんいただきました。フライパンに行きたいと思います。
普段僕が使っているのがあのアメリカのマイヤーさんという、メーカーのフライパンで、もうねそれこそもう十何年ずっと使わせてもらってるんですよね。あの僕が前最初使ってたのがスターシェフという非常にシンプルな、フライパン、使いやすいフライパンだったの。今それも廃盤になってしまって、今使っているのがこちらのマキシマス、マキシム、このフライパン、あのサイズ展開も私持ってます。これね、まあ、非常に使いやすい、テフロンも丈夫で重さがちょうどいいんですよ。軽すぎても重すぎてもフライパンって使いづらいと思うんですよね。軽すぎるとちょっと煽るのが逆にうまくいかなかったりで、ある程度重量があった方がこう鶏の焼き目とかもすごく美しいんですけど、重さがちょうど僕はこう使いやすい重さなんですよね。あとはこの持ち手見ていただいたら分かる通り、そのまま焼いてオーブン入れれるんです。海外ドラマとか海外の料理番組であるこう焼き目をつけてオーブンにイン、これができるのがありがたい。だからお店のハンバーグっていうのは全部表面だけフライパンで焼いてあとオーブンですよね。あの技ができるというのもすごくおすすめで、もう一緒に僕もよく使うのがこの、サーキュロンという、同じマイヤーさんのサーキュロンというシリーズなんですけど、この渦巻きがありましてね、ひっつかないんですよ本当に。だから僕焼き物縮みとかこれすごくひっつかずに綺麗に焼き色がつくので、そういう粉を焼いたりする時とかよく使いますね。でこれはこっちのマキシムよりも軽いので、本当に主婦の方とか女性の方も使いやすい重さサイズ感だと思いますね。ただこれはその持ち手が鉄でもないのでステンでもないのでオーブンには入れない、入れることできませんけども、まあ私も鉄の当然フライパンも使ってましてですね、やっぱり中華鍋、これはやっぱり本格的にチャーハンとか作りたい時持ち出したりもするんですが、やっぱり家庭の火力で言うとこの良さが出るのかなっていうのもありまして、むしろ僕この中華鍋使う時はもう一尾魚の煮物とか蒸し物、やっぱ径が広くて深さがあるのでそういうのに対応しやすいんですよね。だからここの上にあれを蒸し器を置いたりとか、そういうこう蒸し物煮物の時に使うことがすごくこれ逆に多い、熱伝導も非常にいいんですよね。そういう意味でも使い勝手もございます。そして熱伝導がいいというとやはり鉄のフライパン、これはなんかね、僕それこそ晴れの日とか自分のためだけに何か肉焼くとかいう時はこれで、僕ラム肉大好きなんですよね。ラム肉も塊をこう油からジュワッと焼いてパリッと感、表面のそれはこうやっぱり鉄の良さには変えられないというか、そういう時にはでこれそのままやっぱりオーブンに入れれますから使うことも多いし、あとはやっぱりチキンソテーとかもポークソテーも牛もそうなんですけど、表面をカリッと焼きながらもその熱伝導の良さで中にもうまく火を入れることができるっていう、やっぱ炎を伝えやすいというのはやっぱ鉄の良さだと思うんですよね。あとそう、パエリア、パエリアはこれ鉄でやるともうご飯パリッパリになりますから良かですよ。そしてこれ私買わせていただいたのがかっぱ橋の釜浅商店さん、釜浅さんいいもの揃えてはるんですよ。もうあそこ行くと1日いても楽しいですね。いろんな商品、小物とかもそうですけど、このフライパン多分釜浅さんの中でもすごい人気シリーズ、結構僕もこれ入荷すごい待ったんですよね。ただこう日常使いってなるとどうしてもお手入れをちゃんとしないとダメなので、僕もどっちかというと普段はやっぱりテフロン
そんなにきっちり処理をしなくてもいいのでガンガン使えるので、こういう使い分けてますね。やっぱりこういうお鍋とかフライパン何がいいですかっておすすめってよく聞かれるんですけど、自分のそのやっぱりライフスタイルですよね。どんな風な生活をしているのか、その料理に対するご飯作りの自分の何だろう、考え方というか、そういうものに照らし合わせたらいいと思うんです。本当に本格的な美味しいお肉焼きたいとか、本当の中華さんのようなチャーハン作りたいって、その料理が趣味のような方とか、ちょっと突き詰めたいっていう方は当然鉄とか中華鍋使っていただいてもいいんですけど、本当に日々のご飯を快適に、作りたいな、楽に楽しく作りたいなっていう方は、僕と同じようにこのテフロンで、しかも耐久性があっていい感じの自分に合う重さとか、そういうものをね、自分のその料理を作る用途によって選んでいただいたらいいかな。お鍋もしっかりだと思います。あとはちょっと自分のキッチンとかインテリアの雰囲気に合わせて選んでいただくというのもいいんじゃないですか。僕だから鍋はやっぱり黒とかグレー、このキッチンに合うように、僕の趣味に合うのにこういう色のものを揃えてるので、やっぱりデザインって結構大事だと思いますね。そういう意味でもそんないろんな観点で選んでいただいたらどうかなと。ベラベラ喋っちゃいましたけど伝わりました？すいません。最後までご視聴ありがとうございました。そして自分に合うフライパン、お鍋を使って楽しいご飯作りやってくださいね。そして高評価&チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では。